んな感じでですね、一番下のカオス論、それから決定論、まあ、これは科学の話ですけど、まあ、医学っていうのは決定論、まあ、多分世の中でいろんな診断は何らかの法則に沿っているに違いない、これは科学の姿勢であるんですけど、まあ、そう思っていろいろ研究するのはいいんですけど、絶対そうだっていうふうに信じてる人は本当は少ないんですけど、ね、やっぱり神の意思であるとか何らかの運命っていうものがやっぱあるなっていうのは偉大な理由の考え方じゃないかなと思って、ちょっとこれを考えてで、まあちょっと話飛びますけど、左側のアクセス、クオリティ、コスト、医療には3つの性格は、アクセスがかかりやすさ、クオリティが質ですね。だから右側がどれぐらいお金がかかるか、そしてこれ日本とアメリカ、ヨーロッパに輸出するんですけど、非常に特徴があって、日本は病院がそこら中にいっぱいありますから、どこでも OK、アクセスね、病院のかかりやすさ、どこでも。医者の質はピンキリ、医者の質をコントロールする人はいませんから、まあ、パッと見で、あ、この先生良さそうとか思ったら、とんでもないやつもいたりしますけどね。で、医療費はやっぱり国民皆保険制度で安い。次にアメリカはですね、やっぱり、お医者さん一生懸命ホームページで、なんか本とかですね、やったりね、ランキング本とかあったりする。医者の質はすごい優秀です。もうとにかく出ましたら大変だし、専門医資格ってすごい難しかったですね。もうアメリカはメジャーリーグの野球みたいな感じで、ね、みんなもう、てっぺん出ましてすごいと思う。医療費はめちゃくちゃ高い。ヨーロッパは優秀だし、優秀、これオーストリアも人口700万人で、心臓手術の人が7つしかないです。ドイツで30倍ですね。ちょっとしかないですね。ちょっとしかないから、この病院にかかりやすさめちゃくちゃかかりにくいわ。人口すごい人口あるんです。で、医療費はやっぱり保険で効いてますので、安い。だからこの上の3つの、赤と黄色と青ですけども、2つしか取れない。1つなしになってしまう。まあ、こういうふうな現象。必ずこうだとは言い切れませんけど、こういうような現象が見えると面白いと思います。で、医療の問題っていうものはですね、本当に民主党政権になってから、医療だ、医療だと言いながら、何にもありません。やっぱり難しいんですね。民主党を批判するのは簡単ですけども、やっぱり、まあ、何も動いてこないですね。やっぱり、本当に相当もう考えてるんじゃないか。で、いろんな国のことを参考にしようとするんですけど、みんなが言うことに日本が一番いいんじゃないの、なんでうちのことを真似するのみたいな感じで、イギリスやアメリカやフランスの人が言い出すというようなことですね。いやでも日本でみんな文句ばかり言ってないのかなってなことで、政治家の人たちは非常に困ってたりします。で、どこの国でもパーフェクトな医療制度ってないんですよね。だから医療制度ってのは絶対パーフェクトにならないなんていうわけじゃないんですよね。実際そんなことないんですけど、お金もかかるし、質のコントロールも大変だし、それからこのアクセスの問題、これもですね、例えば町田市民病院中途半端だから、例えば大和市立病院の藤沢市民病院、これが休園するにくっつけろみたいなことをですね、すると大きな病院ができるから、でもなかなかそこに行くのは大変になったりしますよね。どこに行くと真ん中に住んでいるのかとかね、広島に住んでいるのかいろいろありますからね。まあ、そういうことでですね、なかなかうまい策を考え出すときりがないんですね。だからまあ本当に民主党を、どれぐらい持つか分からないかと思ったんですけど、本当に期待は、すると同時にやっぱ高く見つめないとダメなのかなとも思いますよね。これは自然発生的に出来上がったっていうことなんですよね。医療費のコストや質は社会に関するということですけれど、これまでお金の科学例の言葉なんですけど、知性に有を示すは言葉ない、もちろん乱世に有を示すは力ないんですけどね、でも平和な世の中に勇気を示すような言葉ということで発言してもらいましたので、これからも発言しているつもりだということで、一応切迫の話でございますということをお聞かせいただいております。ありがとうございました。じゃあ